こんにちは。今日はカゴメそのまま育てるトマトの土で栽培しているトマトの脇芽かきを行います。脇芽かきとはこのように茎と茎との間に新しい芽が出てきているものになります。これを放っておくとどんどんとこの脇芽が大きくなって主軸よりも脇芽の方にどんどんとエネルギーが吸い取られてしまうことになります。それを避けるためにこういった脇芽が出たらすぐに指でもぎ取っていってください。脇芽かきを行うのは天気の良い午前中に行ってください。雨などが降っていると脇芽を取ったその傷口からウイルスなどが入ってしまうので注意してください。脇芽かきは指でしっかりと根元をつまんでポキッと折ってください。以上です。